おはようございます、ブヒケンです。ちょっと変だぞ、画角が変。よし、こんな感じかな。本日は、木曜日でございますね。昨日ちょっとね、私自分の病院の日だったんですよ。でね、もうこれ関係ない話だけど、昨日はがんの方の経過観察ってやつですかの検査なんですよ。で、俺半年に一遍だと思ってたんだけど、違うわ、4ヶ月に一遍ですね。まだ何回目かなか忘れちゃったけど、もう4回目か5回目ぐらいにはなるよね。もう1年過ぎたから、まあ、とにかくちょっと検査でね、10時半に診察予定なんですよ。で、11時半からその検査の結果で先生が説明をしてくれるっていう予定だったもんで、まあ、1個しか CT っていうね、ほら筒みたいのに入ってさ、取られるやつあるじゃないですか。それも何回もやってるんでね、ああそんなに時間かかんないなって思ったんですけど、まあ待ってる間はちょっと時間がねかかるのは分かってたけど、まあ、いかにせんね、お昼ぐらいとかちょっと遅れてもさ、だいたい1時間ぐらい遅れるから病院ってね、お昼過ぎとか1時とかにはまあそのぐらいには終わるだろうなんて思ってたんですよ。めちゃめちゃ待たされて、その検査に入るまでにさ、お昼過ぎちゃってんのよ。うん、俺2時間ぐらいこう待っててさ、全然始まんなくてさ、でも途中でもう聞いてさ、まだかかりますかねって言ったら、ちょっとこの混み具合だとまだ今から1時間ぐらいかかるなんて言われて、分かりましたって言って、もう1時間ウォーキングしてましたね、病院の周りを。一応その検査の結果はね、何もこう輪切りにして見ていくんだけど、その要するにがんだったのがどっかにね再発してないかっていうのをこうこの辺を見てくれるんだけどさ、まあ今のところそんなのは一切見当たらないし、で数値の方もほら僕もう一個の検査でさ、いつも血液検査やるじゃん、そっちの方もさ見ながらね、その先生は、まあ数値の方も全然いいし、まあ問題はないでしょうねっていう感じで、じゃあまた4ヶ月後に今度はエコー検査、またねエコーと CT 繰り返してやるね、でいいですかって言うから、お願いしますっつってね、で帰ってきたんですけどね、まあその後ね、ちょっとそのままちょっと実家も行ってきたんですよ。まあ病院が終わって2時ちょいぐらいで、これでもともと行くって言ってやったからさ、親父のとこ電話してさ、ちょっと今から行くからねっつって、そのまま行ってね、そんな感じでね、本日ちょっとエルカミちゃんの作業をねやっていこうかと思います。本日も実につまらない動画になると思いますが、皆様最後までご視聴よろしくお願いします頑張っていきます。頑張ると塗るだけだけどねはい、とりあえずもう塗るばっかにはなってるので、ちょろちょろっと塗っていきましょうかね。もうね、塗ってさ、ちょっとツヤが出た感じでさ、どっかまたへこみみたいなあれなんてなると嫌だからさ、このぐらいいったらごまかしてあれじゃないかなって思うんだけど、どう？わかんないね、この上から塗ってみないとね。で、普通の塗装だったら、まあ、クリアなり、ね、塗装なり、あれなんだけど、塗った後に、慣らしてさ、ね、番手上げてって、ほんで磨きに入って、つるんつるんってするわけじゃん、こういうボディとか。うん。でも、チップコートの上から、このボッコボコの塗装の上から、じゃあクリアをまあまあ厚めでかけてさ、で平らに直して磨くっていうとさ、結局なんていうのかな、ちゃんとした塗装っていうことになって、なんかちょっと言い方もちょっとよくわかんないけどさ、何回も言うけど、オーナー様が最初に言ったのは、もう軽いテカリがあるぐらいでいいっていう話だった。缶スプレーで塗ったような感じでもいいからっつって言ってね、その程度なんで、ただ塗りっぱなしにしときますね。塗りっぱにして磨きとかはやらない、やれないよこんなボコボコしたのねまあやれるんだけどね、この前も言ってきた、厚めに塗ってさ、慣らして平らにしてさ、ほいで磨いてやればさ、じゃあ別にこれじゃなくてもいいやって話だもんね。まあブツブツ言っててもしょうがないので、チクッとちょっとやっちゃいます。はい、今ジョコンダさんを表に出そうと思いましたらマイナスを外すのを忘れておりまして、バッテリーが上がってしまいました。ちょっと充電しましょう。まあまあまあ
忘れてたこれね。緩めるんですけど、いつもこういう風にね、カットオフスイッチで忘れてた。あ、まあよくあることさ。とりあえず違うバッテリーを積んでかけるだけかけました、ちょっと暖気したら一回ジョコさんを外へ出します。よいしょ、うん、いいね。よし、はい、一応閉めときます。ではさて一応塗りました。ちょっとね、まだらあのムラが出ちゃってるので、ちょっと乾いてこれがどれだけ消えるかなっていうことですよね。うん、あとちょっとノリが悪いね、塗料のやっぱりね、あのノリが悪いんだ、均一にならないんだ、場所によってこう、わかる？なんか吸収されちゃうとこと、弾いたりはしてないと思うけど、多分このぐらいツヤがあればね、オーナー様大満足だとは思うんだけど、このムラがね、果たしてどこまで消えてくれるかわかる？こう、あそこ集中的に直したとこあるじゃんね。ちょっとね、乾燥を待ちましょう。これで乾燥してもう一回ぐらい色入れた方がいいかな。これクリアじゃないんですよ、黒い塗料で塗った。あちこち剥げてるところもあるんでね、そういうのをごまかすために黒の塗料で塗ったんですけど、どうかな、まあ、ちょっと乾くの待ちましょうね。だからもう一回塗るかもしれないから、本当はこの時点でマスキング取りたいんだけどね。まあ一番上はね、モールがこう被さるところだから別にいいんだけど、まあちょっとこれでね、数日間置いといてみます。